こなんか見てこれみんなさ手元ってこうなるじゃん始まり始まりだアーチの遠いね、うん、からの攻撃を避けるようになってすぐかけられるとどうぞ。江戸からなんだこれ。10年前、うん、さっきのやっぱあのトンネルとかすごいですね。古いですね。ピチパテて全然あまり。お、開けるね。開ける。海です。いいわね。日が当たってる時は暖かいよ。海岸に。お、ちょっとこれは焦げ関係なく行ってみてもいい？Thank you.
見るとテンション上がりますね、やっぱね。だって多分夏だったら少しバシャバシャやっちゃいそうな気がするよね。夏場は海水浴。おお。ほら、書いてある。1853年にペリー提督が来た時に、この猿島の脇を通過し、その際に猿島をペリーアイランドと命名したと。何勝手に自分の名前をつけてんの。何勝手につけてんだよ、ペリー。私の島です。私の島です。違うでしょ、これ許さない。これは違うと思う、ペリー。ずるくない？勝手に名前つけんの。コロンブスよりひどいと思う。コロンブスの時間がまだ許すよ。まだ黄金ですね。確かにちっちゃいけど高低差があるから登るんだね。島だからね。水で削り取られてるから、こうなる。ああ、余計？そうです。力が関係が。大丈夫にしてた。やっと久々に会えた。久々に会えたよ。苔散策で海辺行ってる場合じゃないんだって。見つけられないんだから。海辺行っちゃダメだよね。テンション上がっちゃう。やった。ここもここでちょっと、なんか、重々しいというか。これ軽くさ、はい、階段とかしてもいいですか？